今日も京都でセノーテに行きたいと思います。今日は実は行きそびれてしまっていたセノーテです。鍾乳洞とかダイナミックさはないんですけれども、まあ、かなり味のあるいい写真が撮れる、海中の植物ですかね、それがよく見れるという、自転車をレンタルして行こうと思うんですけども、まあ一般で借りるとデポジットが3000ペソとか結構めんどくさいんですけども、まあ、泊まってるホステルで、まあ、身元が確認できているので、お金だけで1日借りれます。150ペソです。朝雨だったんですけどもスカッと晴れましたんで行きたいと思います。
セノーテアクトゥンハ、カーウォッシュ、いかがだったでしょうか。私もいろいろ、まあ全部違うんで、セノーテはそれぞれ全部違う特色があるんで比べられないんですけれども、このカーウォッシュは最高ですね。まあ、ベストな、私にとっても特にお気に入りのセノーテですね。自然の植物とまさかのクロコダイルがちっちゃいやつですけどね、もう共存してますから、いつまでもこの美しい環境が守られることを願います。カーウォッシュ、本当に来てよかった。トゥルムでやり残したこと、このカーウォッシュに来ることでした。いや、戻ってきて本当によかった。最高でした。